この、トポロフペン字練習帳書き込み式という中で29日目ビジネスでよく使う言葉、こういうのも手書きしたのはもう昔の話になってしまいました。昔はこういうのをついても手書き、まあ、ビジネスでは使ったとしても社内文書、社外文書ではあまり、まあ、よく使う御社弊社承知しましたとか、何々お願い申し上げますとか、下記何々の件、ご検討くださいますようお願い申し上げますとかね、ご検討させていただきましたが、この度は誠に残念ながら、見送りとなりましたとかね、ぜひこの機会にとかね、着任あんまり使わないです。着任ってそう頻繁に移動があるわけじゃないんで、着任の挨拶結構ペン字の先生ってね、企業の総務とか人事とか管理部門の、ないしは秘書の、経験がねある人がそう多くはないんで、お疲れ様はビジネス文書じゃないですもんね実はね。とかね、私は三十数年企業で、総務部門、購買部門、管理部門の経験長いので一通りのビジネス文書は、全部心得ております。で私、財閥系、いわゆる三菱グループにもおりましたので三菱のしきたりがあります。金融会、29社 と、三菱広報委員会と、それから、三菱グループ関連企業各社で上下関係があります。下位の会社が上位の会社に対して、上から目線だと大変なことになってしまいます。逆はもういっぱいあるんですね。もう、三菱の、岩崎家の息のかかった、金融界でも上位の会社は金融界でも下位の会社に対して社長レベルでも上から目線です。役員秘書も、三菱銀、当時の銀行、三菱商事とか三菱重工とか上から目線です。承知いたしました。私も、若い時に、社長の就任披露パーティーで三菱各社の役員をお呼び して、おもてなしする側に、まあ、総務という、ね、裏方でこう、まあ、三菱グループだと三菱地所の系列でロイヤルバックホテルさんの、まあ、お世話になったりするわけですけれども、挨拶状を、出すのにも筆行で、ミスったものを全部私がリカバーして書いて、筆行じゃないから総務の人間だから秘書、各会社の、秘書室とか総務部へと、差し替えの、挨拶状を届けたことがあります。宛名を自分で書いてね、何々株式会社、常務取締役営業本部長誰々様と。長いんですよね。肩書きがね、三菱商事株式会社非鉄金属本部長をもう亡くなられてしまいましたけど、林光様とかね、その当時は三井物産で若王子さんという方がいらっしゃいましたけど、お二方私の高校の先輩でみたいな、ね、
で、高校の先輩が結構その三菱の、金融界の社長だったり、常務取締役だったりでこうしてて、そうすると全然変わっちゃうんですね。いきなりタメ口になっちゃいます。私がじゃなくて、上の方がですね、サーになっちゃうんですね。ですが、いろんな、ビジネス文書は、全部秘書室通るので、そこでチェックが入ります。そこでミスがあると、呼び出しを食らいます。私、キリンビールさんとか、三菱化成さんとか、三菱電機さんとか、呼び出されたことがありまして、これ違ってるんで差し替えてください、ここを直してくださいとかね。で、秘書室長のところへ連絡が入ったりして、秘書室長が取締役総務長だったりするんですけど、こういったところですぐ直せという、そのね、丁寧に書く、きれいに書く前に、まず誤字脱字から始まって、いろんな、書式のルールとか、ここ揃えろとかあるんですね。僕、ビジネス文書だとか、書式でこうありますねって、あんなもんじゃないです。あれは最低全部できてて、さらにもっと厳しいですね。言葉の並びとか途中で切れて行間なんて許されないので、で、軸張りだとか、使う漢字もね、旧字体だとか書写体だとか全部細かい指定があるので、ものすごく厳しいですよ、昔の三菱は。今は違いますけど、今はもう手書きの筆行なくなっちゃって、全部それも横書きになってしまって、で、プリントアウトされた、活字の文字、それでもね、フォント決まってるんですよね。三菱のどこどこは、丸伏躯体を使えとか、角伏躯体の、何を使えとかって、こう全部決まってますんで、それはそれで厳しいんですけどね。でも楽です。そのフォントを、総務の、管理している、文書の中に全部入れていれば、今、三菱 UFJ 銀行、三菱信託銀行、三菱商事、東京海上、明治安田生命、キリンビール、日本郵船、ニコン、三菱地所、三菱電機、三菱重工、みんな書式をこう上位が決めるんですね。で、 A4 で横書きで、このフォントでこういう文面で、挨拶状とか、役員就任披露パーティーとか、この度の株主総会で役員が変更になりましたので、退任のご挨拶とか、就任のご挨拶とか、これ全部あるんですが、使う言葉とか、上位の会社が使える言葉と、そうじゃない会が、上位の企業に遠慮して、各ご挨拶の言葉と微妙に違ったりします。まあ、それでね、会社の、売上だとか、業績だとかって変わらないんですけれども、でもそういう細かいところまで、気がつくというのは、お客様、カスタマーサービスセンターだとか、日頃の営業における、顧客へどの程度気を配っているかと、比例します。できてない、そんなこともできてない会社は、まあ、お客様、製品の品質だったり、サービスの内容だったり、それなりです。
だから私が三菱にいた時はそれなりの、クオリティで、仕事をしていたので、それなりのっていうか、日本でトップレベルの仕事ができていました。少なくとも今よりは。今寂しいですね。もう手書きもしなくなっちゃったんで、特別な時だけですね。手書きで、お手紙を、社長官ないしは企業界上位の会社が、会の、三菱の会の、社長宛にレターを出すとかね。まあそれでも引っ越そうの中に引っ越がまだ残っていればそういったところでやるんでしょうけれども、基本的にもう手書きほとんど、ないので、ビジネスでよく使うのも、今こうやって手書きしているものも過去の遺産になってしまいましたね。でも教養として書けるということはね、無駄じゃないと思うんですね。もう古典芸能に近いですけれども、私が去って三菱で引っ越し、総務の片手間でね、所轄としてじゃなくて総務の、主任として、行った時に、一興の会社に、まあ、総務部長から、ないし総務課長から、宛名とかね、データ管理の会社にこう出してた時代があったんですけども、それでもやっぱり来るんですよね。一向に出してる時間がないから書いてって、秘書室長からこう来ると、総務課長や、文書課長も、仕事止めていいからそれ優先させてって言ってくれるのはありがたかったですね。周りがシーンとなります。今これ書いてるんで、分かった、そういう気を使ってくれる職場でした、丸の内は。これお祝いで、持ってかなきゃいけないからって、いつもストックでこう、祝儀袋、不祝儀袋、会社と、社長名で、ストックしてるんですよね。あまり良いことじゃないんですけど、特に部祝儀なんかはね。祝儀の方はね、完全にストックしてるんですけど、部祝儀はね、あえて嫌うので、書いてはいないんですよ。で、ことが起きてから、書きます。なので、いつも緊急なんですね。で、限られた時間でさっと持ってかなきゃいけないんで、緊張です。ああ、昔思い出しますね。そうすると、本当30年ぐらい前ですかね、1990年代、昭和から平成に変わるくらいの頃の話です。そうすると、今こうして書いていますけれども、いろんな注文が入るんですね。肩書きどうしますとか、どこまで今入れますとか、自社はまあ楽ですけれど、相手先、正式社名はとか、本部、事業部、事業推進部とかね、企画部、企画室、室長とか、めんどくさいです。今さらにもっとめんどくさいのが、
常務執行役員だとか、前は楽だったですね。取締役営業本部長だとか、専務取締役、常務取締役、取締役社長、副社長、会長、楽だったんですが、今は、執行役員とか、そうでない、場合とか、ちょっと会社法の、改正で面倒になりましたよね。さあ、横書きに入ります。少しずつ、手地を、詰めて、余白、上下の余白を、広めにしていきます。でも私も新入社員の頃は、秘書室長から言われたのは、銀行さんとか、三菱商事さんの、総務にプロの引っ子の方がいらっしゃるから、そこから届いたお手紙が手元に残ってるから、これ参考にするから勉強してって言って、手本に、くださったものが何通かあるんですね。で、そうすると、どこを、揃えるとか、見栄えのこととか、こういう書き方は失礼にあたるとか、いろんなことを、学びました。それこそ大事なのが、業界の問題なんですよね。で、長い、部署名だとか、どこで切って行を次に送るかとか、並ばないようにするとか、あります。で、多少雑でも、見栄えのある、よりはもう淡々と揃ってる方がいいので、見栄えよりも綺麗に、揃える、細かい点画払いの美しさなんかよりは、ピシッとこう大きさを全部こう揃える。漢字は、ひらがなは、で、高さ全く同じするわけじゃないんですね。当然ひらがな小さくて、漢字も全部同じ大きさにするんじゃなくて、幅広の字、縦長の字、払いの大きい字、そうじゃない字、特に、三菱みたいに菱の字、相当書いたんで、いろんなパターンを、学びましたけれども、あとは株式会社も相当書きましたけど、縦長横長でですね、縦書き横書きに合わせて、文字数だとか、会社名、本人の名前、部署名、それから役職名、全部大きさ変えるんですけれども、で、どこを太く、小さくしても太く社長と書きみたいなね、文字数の多い何々本部、何々営業部みたいなものとか、取締役、技術開発本部長とかっていう、そういう揃え方とか、本文をあまりこう長々と書くってことはなかったんですけれども、それでもですね、めったに書かないその本文、まあ、短い文章なんですけれども、とにかく中心軸揃える、ないしは下ピタッとこう揃える。そのためには、こういう、空きとしては、下に触れか触れないかぐらいにして点を空けるっていうのは楽なんですね。
下も上も開けるっていうのはものすごく難しくて、で下をやや狭め、上をやや広めにするのが理想なんですけれど、要は下も上もつかないっていうのはね、まあ、見栄えとしては大事なところなんですけど、それができてないうちは、下くっつけちゃう。まあ理想はね、そこから少し離すのが理想なんですけども、まあそうやって書いていくということが、まあ見て美しく、さっと見て要件が分かってもらえると。まあ大事なものもですね、そういう大きい組織の中では必ず、役員宛ては秘書室長が目を通し、会社全体のものは総務部、文書課とか、法務部とかいろんなところで、チェックしますのでね、内容はね、まあ、営業部門的にはもう少し楽なんでしょうけれども、そこではまあ数値だとか、日時の問題だったり、契約対象だったり、まあ、そういったものがね、まあ、重要になってくるので、間違っちゃいけない、誤字があっちゃいけない。例えばこう、数値、第2会議室、第3会議室っていうこととか、11時40分なのか、午前10時なのか、15時なのか、午後3時なのかとかね、そういう揃え方とか、事業とっても、揃えてですか、ここを長くしますかっていう、古典的なね、字の書き方をしますかっていうね、今点々打ちましたけど、こう払いにするのかと、止めてしまうのかとかね、こういったところも実はどっかで、それれば、統一して、それをずっと押し通すという統一感がね、重要になります。最後までそのルールで押し通せれば、それが一番いいんで、途中で、同じ言葉を違う言葉に置き換えるとか、文学とは違って、ビジネス文書では、同じ事実だとか、具体的な固有名詞だとかは、違った言い方をしない、置き換えないということが、大事になってきますみたいなね、いうこと、きれいな字を書く前の、もっと、基礎的なね、重要なことが、求められた上での、整った書式と、より美しい字ということになると思うんですね。なので、最後に、続け熟図指示、もう一回、書くスペースがあるんで、ささっと素早く書いていきます。これはビジネス文書では使わないですね。これは、個人レベルの、便箋に書く手紙文。というふうになってきます。よろしくお願いします。
さあ最後の、一行。さあ、ここが残ってるんですが、これはちょっと次回にで、今日はここまでにしますね。